どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーの奥田です。今回は海外大に通われていて、証券会社や投資銀行、外資コンサルなどに内定されたマルキさんに面接を受けていただくという企画になっております。今回は証券会社を想定して面接していただこうと思います。ということで、今回面接していただくのは何度も出ていただいている岡本さんです。ちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。はい、ヒロさんチャンネルを運営しているうずうずの岡本と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。では村木さんも自己紹介簡単にお願いします。はい、カリフォルニア大学バークレー校の3年生、丸木大輝と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、早速面接よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまずですね、簡単に自己紹介からお願いします。はい、カリフォルニア大学、バークレー校3年の、丸木大輝と申します。大学では、映画学を学んでおりまして、映画学は、映画の構成だったりとか、あとは映画をどうやって作るのかの、あとは、歴史、あとはもう一つ分析や批評というところを、学んでおります。あとは、アルバイトとして、塾講師を3年間、あとは、映像制作グループ FromH という、学生団体を、友人と創設しまして、で、それの運営だったりとかで、実際に、学生映画だったりとか、企業の CM だったりとかを、撮ったり してました。で、そうですね、今回、面接させていただくにあたって、自分自身の課題解決能力だったりとか、リーダーシップ能力だったりをアピールできたらいいなというふうに思っております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。学生時代いろんな取り組みされてきたと思うんですけど、はい、その中で一番これ頑張ってきたなと思うことを教えてもらってもいいですか。そうですね、一番頑張ったなっていうふうに思うのは、その塾講師の、経験で、リーダー講師を実は2年間ほどさせていただいていたんですけれども、最終的に、10年間、赤字経営だった教室を、黒点させることができたというところが一番頑張ったところかなというふうに思います。かしこまりました。ありがとうございます。じゃあそこの黒点できたっていうふうなところ、とても素晴らしい成果だなと思ったんですけど、そこに、至った、どういうふうにやってきたか教えてもらってもいいですか。はい、まず自分自身が、最初リーダー講師になった際に、課題としまして、生徒の成績が下がってしまう生徒がすごい多かったりだとか、講師同士の連携が取れていなかったり、講師同士の、雰囲気が悪かったりとかする結果として、退職率が高くなってしまったりとか、その結果、保護者の、信頼が失ってしまったりとかして、評価も低くなってしまったというところが挙げられまして、それの、ボトルネックが何かなというふうに考えたときに、講師同士の仲が悪いというところが一番その他のところに全て関わってきているなというふうに思っていまして、最初の1年目なんですけども、一番フォーカスするところとしましては、そのやっぱり、仲良くするっていうところをやっぱりしたかったので、親睦会だったりとか、あとは、修例という形で、強制的に先生同士、講師同士で話す機会を与えてみたりだとか、あとはグループワークという形で、グループワークを使ったケーススタディで、こういう生徒の場合は、どういうふうな解決策をすればいいかというのを、先生同士で交換していただくみたいな形で、チームで、会話していただく機会を増やして、で、生徒の向上、下降率っていうのがあったんですけども、成績下降率っていうのがあったんですけど、それが、だんだん抑えられてきたっていう風な形だったので、2年目の時にはできるだけシステム化をして、次の講師だったりとか、次の世代につなげていきたいなっていう風に思いまして、いろいろな、フォーマットを作りまして、講師が利用できるような形にした結果として、2年最後やった中で、最終的に教室が黒点して、生徒数が増えて、で、成績下降率が下がったことによって、上昇した生徒が増えて、保護者の満足度も上がったというふうな形になりました。かしこまりました。ありがとうございます。続いてはですね、弊社を志望した志望動機伺ってもいいでしょうか。はい、もともとその証券に興味を持った理由としまして、父親がアクティビストっていうところがありまして、すごい幼少期からビジネスに対して、何かアプローチをかけることというか、触れる機会が多かったので、それで
小さい頃から、思っていたんですけども、なんか、実際に海外に行ってみて、自分自身はエンタメをやってきたんですけども、なんか、エンタメとすごいビジネスってすごい切り離されてしまってるなっていうところが考えられていて、で、まあ、そのビジネスが切り離されてしまっていて、まあ、なんか、なんでっていうと、やっぱりお金っていう面がすごい、まあ、大事で、エンタメってやっぱお金が絡んでしまうと、なかなかお金のためにやってるのみたいな感じになってしまって、そういう世界になそういうまあ意識が生まれてしまっているので、まあ、結果的にまあなんか、まあ、エンタメの業界で働く方がすごいまあ賃金が低くて、で中国とかにまあ人材が流れてしまっているっていう風な現状なんですけども、まあ、なんかそこでやっぱお金っていう面ですごいサポートしたいなっていう風に思って、まあ、すごいここの会社に対して投資をすることによって、まあ、なんか金銭的なサポートをさせることができるっていうふうに思っていて、その中でも、まあ、なんか御社はすごいフェイス2フェイスというか、顧客と対面して話すっていうとか、まあ、顧客と対面して一緒に、まあ、なんか証券とか、まあ、を選んでいくみたいな風なスタイルだったので、まあ、そういう時に、まあ、証券会社とか、まあ、っていうのはまあ、エンタメ業界だけじゃなくて、まあ、全体地域とか業界全体にインパクトを与えられるかなというふうに思って志望させていただいております。かしこまりました、ありがとうございます。証券会社のお金でサポートするっていうのはどんなイメージ持ってますか？簡単に言うと、銀行だったら、まあ、単純に貸し付けだったりとか、それに対してビジネスプランを出すとかっていうふうにあったりとかすると思うんですけど、まあ、証券っていうのはチャレンジしたい人がただでもお金足りないよとか、まあどうすればいいか分かんないっていう時に、まあ、なんか証券会社が入ったりすることによって、まあ、なんか金銭的な面で、まあ、援助してあげたりだとか、まあまあ、証券会社の、まあ、ノウハウだったりとか、まあ、分析の知見、まあ、他の、競合他社の分析の知見を使ったりすることによって、まあ、なんか新しいビジネス案とかを提案することができるのではないかなというふうに思って志望しております。証券で私たちが何やるかっていうのをストレートに言うと、はい、お客様からいただいた金で証券を買っていただいて、はい、何で儲けるんですかっていうと、うん、手数料で儲けるんですよ、はい、私たちがしっかり利益を出し続けるのに重要なのは、とにかくお客様に大きい金額を買っていただく、うん、はい、あともう一個回転率を上げる、うん、これを行うことによって利益を最大化するっていうのが、うん、ストレートに言ってやってることなんですよ。そうそうです、はい、と言った時に、はい、理想的なイメージを持たれているような感じがして、はい、実際に弊社の業務ってめちゃくちゃ泥臭いですし、はい、実はお金がなくて困ってる方、うん、ですごくお客さんになるかっていうと、はい、あんまりならなくて、はい、いっぱいお金を持ってる方にそのお金どこに使いますか、うちに預けてくださいよっていうのをやるのが仕事になるんですね。はい、今実際にある、まあ、エンタメ系の企業ってやっぱり、お金がすごい制約されてしまってたりするので、まあ、証券会社の人になることができれば、まあ、その企業の、証券を買って、で、まあ、証券を買うことによってなんか、まあ、企業に対してアドバイスができたりとか、まあ企業に対してこの会社に対して買ってますよとかっていう風な印象を与えることによって、あ、今このエンタメってすごい大事なんだなとかっていう風にやっぱりお客様に思ってもらって、で、そこの、まあ、お客様発信とか、まあ、会社発信で広がる、事業が広がっていくかなっていう風に思っているので、まあ、なんか証券が、まあ、トリガーというふうな形になって、まあ、なんか新しい事業が生み出されたりするのではないかなというふうに思っています。かしこまりました、ありがとうございます。はい、それではですね、就職活動でこう会社を選ぶときに大事にしている軸みたいなものを教えてください。はい、そうですね、まあ、自分自身が一番大事にしているところとしましては、仲間と共に、まあ、一つのプロジェクトだったりとかに対して、何か大きなアクションを起こせるっていうところをすごい大事にしておりまして、うん、まあ、これは自分自身が塾講師で、まあ、チームで、教室を上げていこうっていうところもあるんですけども、なんか、映像制作の、まあ、グループで、まあ、仲間を巻き込んでやることを、まあ、プロジェクトだったりとか、まあ、一つの作品を、完成させることにすごい楽しいなっていうふうに思いまして、これを、まあ、今後一生やっていきたいなっていうふうに思ったので就活の軸にしております。かしこまりました、ありがとうございます。そうですね、では他社の選考状況とかもどんなところを受けてるか教えてもらってもいいですか？はい、まあ、現在、まあ、商社と、コンサル、あと、まあ、投資銀行だったり、まあ、証券を受けてるっていう風な状態で、
まあ、ビッグ4で一つ内定をいただいていて、あと他 の, あのベンチャーコンサルとかで、まあ、あの2つ内定をいただいているという形で、他の、選考は今途中という形で、まああの一次面接、勝者は、一次面接途中、あの一次面接が終わって二次面接の時、途中とかっていう形で、証券会社の他の、もう一つ、受けてるところがありまして、そこが、二次面接が終わったところというふうな形になっております。はい、かしこまりました。ありがとうございます。それでは私から質問したいことは以上になります。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。すいません、マリキさんどうですか、やってみての感想は。いやもう結構ボロボロでしたね。もうなんかこれでは受からないだろうなっていうような感じです、自分自身としては。ということでまずは全体的な総評いただいてもよろしいでしょうか。全体的な総評としては証券会社の人事やってたんですけど、証券会社じゃないところに行った方が多分そうじゃないかなと思いながら確認をするような面接だったっていうような感じでしたら、ね、就活の軸とかチームで仕事をするみたいなところもコンサルとか商社とか比べたらその度合いって下がって、もうピンで売りに行くぜオラみたいな感じがより強くなるのがうちじゃないかもなって証券に受かるためだったら寄せに行かなきゃいけないというか、もっと数字出しますとか、結果にコミットしてやりたいですとか、ガツガツやりたいんですとか、泥臭いことを家族かけていきたいですみたいなことを言いに行くと証券寄りになっていくんですけど、証券来たら見つかってるかもなと思う感じの面接官でした。なるほど。いやでも思ったのは、もうどんなに優秀な方でも、そう自分のやりたいこととかとずれてたら、なんていうんですかね、いわゆるその内定か違うかみたいなところで言うと、そう分からないんだなっていうような、本当すごい思いました。その通りですね。なんで、あの内定出るかどうかって、優秀かどうかって、まあ、関係ないわけじゃないんですけど、やっぱりそれ以上にその人の思考性と仕事とかが合ってるかどうかみたいなところの方が重要なので、なんか落ちたから自分は優秀じゃないとか、そういうふうな人とかは全然ないかなと思います。面接全体通して、まあ、エピソードとか話し方とか含め、あの良かった点教えていただきたいです。良かった点は雰囲気の柔らかさみたいなところとかは、すごくあって、対人印象っていうところとかは、あの非常にプラスの印象を与えてくれるなっていうふうに思いました。結構きついなと思った瞬間あったと思うんですよ。回答大変だなこれみたいな。そうですね。っていうだけでも笑顔を出しながら回答ですね、頑張って出してくれていて、そことかすごい良かったなっていうふうに思うんですけど、おそらく途中からこれちょっときついぞってなってきたのは後半出てかなって思います。押し切れなかったですね。はい、ということで今回は優秀で人柄も印象も良くてもその企業に合わないと落ちてしまうという面接でした。旬ダイアリーのウェブサイトでは人気企業100社以上の合格者が面接を完全再現した動画を公開していますので、自分が行きたい企業に受かった人の特徴や受け答えを知りたい方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。他ですね、回答いただいた中でもったいないなと思うことが結構多かったんですよ。エピソードで掘っていくと、あ、そんないいところあるのに、そこにたどり着くまでに結構掘んなきゃいけなかったなって感じることが多くて、それをトップに持ってきたらズバッとアピールにつながるのになとかはあって、もったいないなと思いました。例えばその結果を出したところとか、黒点したっていうところとかの一発目とかすごい引きだったんですね。あの学知課とか話してくれたところなんですけど、そこがどう黒点したかみたいなところとかなると長くなっていく部分があって、前提条件があるともっともっとイメージしやすくなりそうかなって思いました。なるほどなるほど。じゃあ追加でちょっと質問させていただきたいんですけど、はい、他社の選考状況っていうのを質問あった時に、結構丸木さんがかなり正直に具体的に答えられたかなと思うんですけど、はい、それってぶっちゃけ印象がどうなのかなとか、どこまでの流度で答えるのが要は正解なのかなっていうのが気になったので、そこフィードバックいただきたいです。自分の狙いによって取るべき選択肢が変わるかなと思っていて、はい、自分と本当にマッチする会社に行きたいなって思っていたら正直に答えて相手に判断を委ねるっていうやり方で全然良いと思います。一方でもうここに受かりたいんだという風になった場合であれば、証券にいろいろ受けてるんですけど証券が一番いいんですよねっていう風に言った方が良いですし、とか言わないで証券だけ受けてますっていうとか、あと就活軸も証券に合わせたものに変えていくとか、そういう寄せ方をするっていうのも受かることを目的とするなら一つの正解だったりするんで、どういう狙いを持って伝えるかっていうのがポイントだと思います。確かに。
はい、ということで今回は海外大生の面接ということで、ぜひ皆さん優秀でエピソードは強いだけが正義でもないし、しっかり合ってるところを見つけるっていう意味で参考になったのではないかなと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。はい、ということで今回は優秀で人柄も印象も良くてもその企業に合わないと落ちてしまうという面接でした。旬ダイアリーのウェブサイトでは人気企業100社以上の合格者が面接を完全再現した動画を公開していますので、自分が行きたい企業に受かった人の特徴や受け答えを知りたい方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。